真実の目へようこそ。私たちの意識がこの世界の物理現象を変えられる。出来事の結果は原因より先に起こることがあり得る。未来が過去を変えられる。この人何を言っているんだろうと思うかもしれませんが、僕が言ったこれらのことはある物理実験から観察された実験結果なのです。この実験は時代を超えた研究者によって何度も改変されていて、その度に実験結果がどんどん常識を覆していき、中には恐怖さえ感じてきた研究者もいました。今日はこの世界の本質を解明したかもしれない最も不思議な物理実験をご紹介したいと思います。物理の知識を持っていなくても内容は理解できますので、ご安心して最後までご視聴ください。本題に入る前に少しだけ知っておいていただきたい内容があります。300年前の人々はまだ光の本質を理解できていませんでした。当時一番偉い物理学者のアイザック・ニュートンは、光は一つ一つの小さい粒子であることを主張していました。しかし1807年、トマス・ヤングという物理学者が一つの簡単な実験で光は単純な粒子ではないことを証明しました。この実験が今日の主役の二重スリット実験です。実験の機材は3つのパーツで構成されています。光源、2本の狭いスリットのある板、光を受けるスクリーン。光源をつけると光は2本のスリットを通過しスクリーンを照らします。もし光が単純な粒子であれば、光源から放たれた粒子は2本のスリットを通過し2本の直線の模様がスクリーンに現れるはずです。しかし実験の結果、実際にスクリーンに現れたのは2本の直線ではなく濃淡のある縞模様でした。この縞模様は水の波や音波などの波の重ね合わせによって形成された模様と全く同じです。このことから光は単純な粒子ではなく波であるということが証明されました。しかしこの実験の100年後、アインシュタインやルイド・ブロイなどの物理学者の研究で新たに分かったことは、光は粒子でもあり同時に波であるということです。現在の研究者たちは光は粒子性と波動性を併せ持つという表現を使っています。光の一つ一つの粒子は光子と呼ばれています。前書きが長くなりましたが、不思議なことはここから始まります。二重スリット実験の1回目の改変は1909年にジェフェリー・テイラーという物理学者によって設計されました。彼は光源の出力量を調整し、光子を一つずつ光源から放つようにしました。こうすることにより1回の発射で板に到着する光子の数が1つしかないので、板にある2本のスリットのうちどちらかの1本しか通過しないことになります。常識から考えると、光子たちの間で起きる波の重ね合わせがなくなることになります。つまり初代二重スリット実験で観察された縞模様が2本の直線になるはずです。テイラーがこのような結果を予測して実験を始めましたが、なぜかスクリーンにはまだ波の重ね合わせによる縞模様が現れています。装置を確認しましたが、発射時に板を通過する光子の数は確実に1個しかありません。この予想外の実験結果に対してテイラーはこう解釈しました。1個の光子が同時に2本のスリットを通過し、光子自身の間で波の重ね合わせが起こった。しかしこの解釈はあまりにも常識とかけ離れていたため、他の研究者たちはスリットの前で光子の動きを観察するカメラの設置を提案しました。これで光子が本当に2本のスリットを同時に通過したかを証明できます。70年後の1970年代後半、とうとう光子の動きを捉えるカメラが開発されました。物理学者たちは早速実験の検証を行いましたが、彼らはここで初めて物理実験の結果から不気味さを感じました。テイラーの実験と同じ仕組みで光子を1個ずつ発射していくと、スクリーンに縞模様が現れました。次に1つの光子が本当に2本のスリットを同時に通過しているかを観察するため、スリットの前に設置されているカメラがオンにされました。不思議なことに、カメラをオンにした瞬間からスクリーンにあった縞模様が消え始め、代わりに2本の直線がスクリーンに現れ始めました。カメラで捉えた映像からも、一つの光子は1本のスリットしか通過していません。この状態で再びカメラをオフにすると、スクリーンにあった2本の直線が消えて、縞模様がまた出てきました。すべての過程において、
カメラのスイッチ以外、他の実験装置には一切触れられていませんし、もちろん実験の条件も変わっていません。これはまるで講師が意識を持っているかのように見えます。講師はカメラがオフの状態で、つまり自分が観察されていないときは自分の波動性を表します。カメラがオンになり、自分が観察されていると分かると、おとなしく一つのスリットだけを通過し、粒子性を表します。これは非常に理解しがたい現象です。なぜなら、今までの全ての物理現象は人間がその過程を観察しようがしまいが、最終的な結果は変わりません。例えばシュートされた後のボールがゴールするかどうかは、ボールの飛ぶ過程が人間に見られているかどうかと関係がありません。しかし今回の実験は、人間がその過程を観察するかどうかで結果が変わります。別の言い方をすると、観察という行為は人間の意識によって生まれた行為であり、実験の結果は事実上人間の意識によって変わっています。なんと、人の意識は物理現象に影響を与えないという古典物理学者の鉄則が破られました。もちろん最もショックを受けたのは物理学者たちです。でも彼らは諦めていません。その仕組みを解明するために実験がさらに改変されました。次の改変はジョン・ホイーラーという物理学者によって設計されました。彼は新たに半透明ミラーなどの光学機材といくつかのカメラを実験過程に追加しました。具体的な仕組みは少し複雑なので、ここでは省略しますが、ホイーラーの目的を簡単な言い方で説明すると、板の前ではなく、その後ろに設置したカメラで光子を観察することです。まず、板とスクリーンの間に設置したカメラをオフにした状態から実験を始めます。どこにも光子を観察するカメラがないので、スリットを通過する光子が波動性を示し、スクリーンに縞模様が現れました。ある時点でスリットの後ろにあるカメラをオンにすると、スクリーンにあった縞模様が消えて2本の直線が出てきました。またカメラをオフにすると直線が消えて縞模様がまた現れました。もしかしたら気がついている方もいるかもしれませんが、この結果は見事に因果関係を覆しました。より理解しやすくするために、板の後ろにあるカメラの距離を1光年までに拡大してもう一度実験をしてみましょう。カメラがオフの状態で実験を開始します。光子が板のスリットを追加し、どこにも光子を観察するカメラがないので、光子は波動性を示し、2つのスリットを同時に通過して波の重ね合わせが起こります。このままスクリーンにたどり着くと縞模様が現れます。しかし、光子がスリットを通過した1年後の時点、つまり光子がそろそろカメラを通過しようとするときにカメラをオンにします。結果、本来スクリーンに現れるはずの縞模様が2半の直線になります。これが何を意味しているかというと、1年前に起きた光子が2つのスリットを同時に通過し波の重ね合わせが起きたという歴史が、カメラをオンにすることで光子が1本のスリットしか通過していなく、波の重ね合わせが起きていないという別の歴史に変わったということです。この歴史を変えたきっかけは、1年後に起きたカメラをオンにする動作です。なんと、未来が過去を変えられるということは、この物理実験で証明されました。このとんでもない結果を、私たちが持つ現段階の常識で考えると、次の2つの解釈があります。1つ目は、時間というものは実は存在しない。過去も、現在も未来も、すべて同時に存在している。したがって、時間に基づいた因果関係というものも存在しない。すべての出来事は、宇宙が誕生した時点ですでに起きており、我々はただこれらの出来事を映画のようにワンシーンずつ体験しているだけである。時間が存在し、時間が未来という方向に進んでいるのは、人類の意識が作った幻覚である。そうでなければ、人間の脳は過去と未来に起きる全ての同時の出来事を一斉に処理する必要があり、その結果パンクしてしまう。二つ目の解釈は、私たちの意識が物理現象や自然現象に影響を与えている。世界は人間の意識を感知でき、答えてくれる。しかし現在は、これを光子、原子、原子レベルのミクロスケールの世界でしか実現できていません。マクロスケールの世界でどうやってそれを実現するかまだわかりません。もちろんこれは僕個人的な解釈で、物理学者たちはこれらを解明するために日々研究しています。実は、初代二重スリット実験とその後の改変された実験は、現代物理学の量子力学という分野が誕生したきっかけとも言える実験です。これらの実験結果は常識を覆しましたが、
量子力学の分野においては、似たような不思議な現象は他にもたくさん存在しています。この世界の真実は一体どうなっているのか、死ぬまでにはまだ全貌が解明されていないだろうという現実を考えると、少し悲しくなりますよね。